クリスマスツリーかわいい。いや、いいですね。すごい。ここで撮るじゃん。ここでね、もういちょっと皆さんもいらっしゃるけど、もう一瞬で撮ってね。一瞬で撮って。回りましょう。邪魔にならないように。ね。あ、スマホ。あ、ありがとう。え、じゃあどうするどうする。どこ行く。あ、自撮り。え、自撮り。ここでいいの。今撮られたら僕らも真ん中行って。そうだね。行きますよ行きますよ。いいよいいよ。自撮り？あ、撮れない。チーズ。イエーイ。うわ、はい、うわ、はい、うわ、はい、え、大丈夫？撮れてる？人妻とデートしてます。ありがとうございます。買い物する時のルール覚えてますか？覚えて、じゃんけんだよ。じゃんけんをして、うんうん、負けた人が相手に自腹で僕らおごるっていうルールございます。よし。で、辻井くんはもう番組を背負った、もう辻井くんの方がなんなら背負ってるものが多い。そうだね。でもここはガチ勝負ですから。そうですから。ガチだからやるぜ。よし、行くよ。俺一回も負けねえから。私ももう負けない。ごめんなさいね、あの笠井さん、食い尽くします今日で。じゃあ行くよ。行くよ。いや、金友さん行こう。コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。いいよ。コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。おー、怖い。熱いな、この戦い。これで決めようと思った。やばい。いいよ。コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。やったー。うわー、イエス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 。あとは頑張れよ。頼むよ。この男とは因縁がありますから。やっぱり大阪のロケでね、なんかめちゃくちゃなドッキリを仕掛けてきた辻井ディレクターですよ。俺はこいつをぶっ倒さないと前に進めないわけですよ。今年が終われないんだよ。ああ、俺もうぶっ倒しますよこいつのこと。どう、どうだ、なんか辻あるか。絶対負けないと思います。よし。弱気だな。絶対負けないと思いますってなんだ。OK。 よし。じゃあぶっ倒すぜ。行くよ。コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。絶対払いたくねえ俺。俺今日はもう払わないで終わるんだ。いくよ。コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。よっしゃー。みんな迷った時はパーを出そうな。ありがとう。あんパン。もうやめてください。もうやめてください。やってきます。よろしく。やった。じゃあ私もビール飲むわ。そうしますか。あ、じゃあ、え、じゃあ飲んでいいの？ここで？あ、じゃんけんするの？あ、もうちょっと早く作ってくれたんで、じゃんけんしましょう。あ、じゃんけんする。オッケー。これガタンってやらないでくださいよ。分かった。いきますよ。ちょっと待って、マジでガチだから。待って、金友さん何出します？私やめてよ、そういうの。もうそういうのやめて、紛らわしくなっちゃうから。でもチョキ。チョキ出しますね。うん、オッケー。じゃあ、いきますね。コネクトじゃんけん。うん、いくよ。もう最高決めよう、ぶち決めよう。いくよ、せーの、コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。よっしゃー。どうしよう。よし、まずい。はい、いいですか。じゃあ辻君と。よし、コネクトじゃんけん、じゃんけんポン。あー、先輩、ごちそうさまです。なんで。ありがとうございます。もうしょっぱだから。先輩、あざす。ビールとチキンがいいって言われたんで、これ、まあ、入り口にはいいっすね、先輩にこうご馳走してもらうのって。そう、ありがとうございます。いや、全然良くないだろ。最初、これ最初に悪いな。あ、ちょっと、じゃあ、え、これユキチが。先輩、先輩、すいません、まあ、ちゃんとおごったの覚えとけよ。覚えてます。はい。あ、じゃあ誰に渡せばいいの、お金。あ、これ、これのお金、はい、お願いします。ちょっと待って、これ全部負けて全部なくなったらどうなの。そういうことです。やば、怖っ。え、領収書とかもらう。金友さん、クリスマスの思い出とかってあるんですか。クリスマスは、うん、なんか前も言ったかもしれないんだけど、はい、サンタさんのクリスマスプレゼントが、うん、だんだん、うん、なんか洋服とか、うん、150センチの洋服とか、はい、21センチの靴とか、はい、になってた。前にも話してないし
どういうことですかそれ。なんか私のことよく知ってるみたいな、なんか。はいはいはい。最初はさ、キラキラ、キラキラだ、キラキラマジックペンとかだったのに。はいはいはい。なんか、現実的なものになってて。現実的なものになってったんだ。もうサンタは何でも知ってますからね。うん、確かにそうかも。集合値はなんかあるの？うん。俺もそうですね。あの、うん。なんか、こう応接間に飾るような、うん、なんかブリタニア辞典とかが届き始めて途中からそうなんだよねなんでなんだろうね。俺に向いてるのかなサンタは、このプレゼントがあって、うん、めっちゃ思った時期あります。なんか、はい、そういうのじゃないのがいいなと思ったんだけど、結構だんだんそういうのになってたでもすごい、でもそれでも楽しいから。チェイちゃんとのエピソードあるんすか。え、そうだな、クリスマス。なんかチェイちゃんサンタから何もらう率が高いですか。一昨年ぐらいに、うん、